ヨハネの福音書14章、えー、あなた方は心を騒がしてはなりません。また私を信じなさい。私の父に家には住めがたくさんあります。もしなかったらなあなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が,さ私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方は私の元に向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知,知っています。 トマスはイエスに言った。主をどこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に,彼に言われた。私が道だり、真理だり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。しかし、今やあなた方は父を,も父を知っており、またすでに父を見たのです。 ピリポはイエスに言った。主を私たちに父を見せ,見せてください。そうすれば満足します。えー、イエスを彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間、えー、あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか 私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのであります。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるんです。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。そうもなければ技によって信じなさい。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父の 元に行くからですまた私はあなた方が私の何よって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方は私の名に何よって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するならあなた方は私も私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主を、えー あなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と,と共におられるためです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができます。要はその方を見もせず、知りもしないからです。しかし、あなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて小じねをします。私はあなた方のとこに持って,てくるの 戻ってくるんです、えー、今しばらくで、いはあもう私を見なくなります。しかし、あなた方は私を見ます。私が生きるので、あなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることが、あなた方にわかります。私の戒ましみを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、えー、私もその人を愛し、 私自身も彼に表します。イスカリオ手でないユダがイエスに言った。主よあなたは私たちにはご自分を表そうとしながら、世には表そうとなされないのはどういうわけですかイエスはあ彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。 私を愛せない人は私の言葉を守りません、えー。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく私を使わした父の言葉なのです。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし、助け主、すなわち父が私何よってお使わせになる聖霊は、えー、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こ,起こさせてくださいます。私は あなた方に平和を残します。私はあなた方に私に平和を与えます。私があなた方に与えるのはよ、よく与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方は、もし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大なお方だからです。 そして今、私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。私はもうあなた方に多くを話す前、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対してもう何もすることはできません。しかし、そのことは私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。